皆さんこんにちは。キラルパック IA から IJ の取扱説明書に関して、本パートでは逆走分析編、前編、分析前の準備から分析条件設定までについてご説明いたします。本編は取扱説明書の3から4ページ目のご説明となります。 略語表記はこちらの表の通りとなっております。本取扱説明書の内容は、他と誘導体対溶剤型キラルカラム、アイキラルシリーズの取扱いに関するものです。他と誘導体コーティング型キラルカラム、およびその他のキラルカラム、また s f c 用カラムやアキラルカラムには適用できません。 3ミクロンや1 6六ミクロン U シリーズをご使用のお客様につきましても同様に、専用の取扱説明書がございますので、そちらをご覧ください。次に、分析における注意事項に関するご説明です。有機溶媒はこちらの範囲でご使用いただけますが、移動層の有機溶媒素性比が高くなると、円が析出し、 カラムの詰まりの原因となりますので、ご注意くださいまた、シリカゲルの劣化を避けるため PH9 を超えるような強塩基性水溶液は使用しないでくださいなお、PH7 から9でご使用になるときは5から25度の温度範囲で分析いただき必ずガードカートリッジをご使用ください塩基性が非常に強いサンプルは 尻かげ量を劣化させる恐れがありますのでご注意ください逆層分析編前編では分析前の準備から資料の正常に合った移動層の選択までのご説明となります保持時間の最適化以降については後編でのご説明となりますそれでは 分析前の準備のご説明を始めますご使用前にカラム溶媒が適切な溶媒に置換されているかを確認してください対溶剤型キラルカラムをご購入されたお客様の場合弊社出荷時代風乳溶媒がヘキサンアルコール混合溶媒となっておりますこちらは純層系移動層のため一度アルコール溶媒でカラム内を置換いただいてから逆走移動層を通撃してください 使用する逆層用移動層が決まっていない場合弊社では水アセトニトリル60対40の移動層への置換を推奨しています次に分析資料が移動層へ溶解するかの確認を行ってください資料が溶解しない場合はまず資料の濃度を下げて溶解するかを確認しそれでも溶解しない場合は 相性のあるる溶媒をを少量添加することをお試しください資料の溶解を確認後装置内の配管やカラム内での閉塞を防ぐため溶解液および移動層を多孔質メンブレンフィルターでろ過してからご使用ください。ここからは逆層分析における移動層の選択に関するご説明になります。 第一推奨としてこちらでご紹介する移動層はマスケにつけても使用可能です。酸性資料の場合、pH2 の擬酸水溶液。中性資料の場合は水。塩基性資料の場合は、g h ラミンで pH9 に調整した2 0 m m モ o l 炭酸水素アンモニウム水溶液をご使用ください。なお、移動層の調整方法については、 弊社ホームページ掲載の分析キララルカラムハンドブックをご確認くださいこちらのクロマトグラムは中性酸性塩基性化合物を各移動相条件で分析した結果となります中性化合物では水酸性化合物では pH2 の偽酸水溶液塩基性化合物では PHQ に調整した炭酸水素アンモニウム水溶液でないと適正な分離が得られていないことがお分かりになるかと思いますご覧の通り、適切な移動層を選択しないと、溶出しない、分離ができないといった状況につながりますので、ご注意ください引き続き、逆層分析における移動層の選択に関するご説明です ここでご紹介する移動層は第二水晶となり第一水晶の移動層で良好な分離が得られなかった場合にお試しくださいただしマスの分析には使用できませんのでご注意ください酸性飼料の場合 pH2 に調整した50から1 0 0 m m o l のリン酸干渉溶液もしくは pH2 のリン酸水溶液をお試しください塩基性飼料の場合 pH8 に調整したリン酸干渉溶液もしくは pH9 に調整した 20mmolar 放酸干渉溶液をお試しください。また良性飼料の場合はリン酸で pH2 に調整した1 0 0 m o l ラーヘキサフロールリン酸カリウム水溶液をお試しください。ただし塩基性の強い飼料に関しては1 0 0 m o l ラーヘキサフロールリン酸カリウム水溶液をお試しください。 こちらの分離例のように良好な分離が得られる場合があります。最後にまとめとなります。分析前の準備では、カラム購入直後は逆走条件でのご使用前にアルコール溶媒を通液後使用してください。資料の溶解を確認後、資料移動層ともに0.5マイクロメートル程度のメンブレンフィルターでろ過してから、 使用してください移動層の選択ではサンプルの正常に合った適正な移動層の選択が重要です第一水晶の移動層で分離が不十分な場合第二水晶の移動層をお試しくださいただしマスを使用する場合第二水晶の移動層の使用はできませんのでご注意ください量性サンプルに関しては第二水晶の リン酸で p h に調整した100ミリモラヘキサフロロリン酸カリウム水溶液をお試しくださいただし塩基性の強い量性サンプルの場合には100ミリモラヘキサフロロリン酸カリウム水溶液をお試しください以上でキラルパック IA から IJ 等の取扱説明書逆層分析編前編分析前の準備から 分析条件設定ままでについてのご説明を終わります。ご不明な点などがございましたら弊社ホームページまたはお電話にてお気軽にお問い合わせくださいご視聴いただきありがとうございました